これも勝負だ。泣くんじゃない。今までだってホムラちゃんに何回負けたかわからないし、負けて立ち上がって負けて立ち上がって、私はその繰り返しだったよ。正直悔しい思いをした方が多いかもしれない。でもカグラってそんな思いの先にあるんじゃないかな。だから諦めちゃダメだよ。私も何があっても諦めないから。論破されたわ、完全に。うん、うちらの乾杯っすね。アスカ頑張れ。私たちの櫓は涼気が守ってるから、今度はあんたたちが攻める番だよ。決戦の次はあんたたちの番だよ。ジャスミン様、蛇女との戦いは見させてもらいました。そうか、それじゃああんたたちにも聞く。あんたたちは。いいえ、私たちは情を捨てません。ヒブン、あんたは一体何を見ていたんじゃ。ミレンは立ち、女王をつなが、私たちが強くなれるのはおじい様への思いがあるからです。だね。うむ、同感です。祈りもそう思う。甘いと言っているのだ。どうしてわからん。まあいい、その根性今から私が叩き直してくれる。何じゃ、じっと人の顔を見て。ありがとうございます。なぜレオイン。ジャスミン様は明らかに体調がお悪い様子。それでも私たちのために戦ってくれる、その感謝の気持ちです。今ようやく分かりました。カグラ千年祭とは何なのか。カグラ千年祭とは亡くなった忍びたちを私たちが送り出すものと思っていました。でも本当は逆。私たちの心と体を鍛えて妖魔と互角に戦えるようにする。そう、ジャスミン様や亡くなった忍びたちは私たちを送り出す側だったのですね。だとしたら、亡くなった忍びの皆さんの情に私は情で応えたいと思います。頑固な女じゃの。さすがは黒影の孫じゃ。ユミちゃんやばいよ。ジャスミン様すっごく血を吐いてるよ。
者というのだ。ユミよ、情で答えるというのならどうする。情けをかけて私とは戦わないつもりか。ではその決意を示したいと思います。忍者と櫓を自分で壊しただと。これで私たちの櫓はもうありません。忍びの盆踊りは敗退となります。ジャスミン様とやり合う理由もなくなりました。ですが、だからこそ全力で戦わせてもらいます。忍びの盆踊りなど関係なく、ただジャスミン様の情に応えるためだけに。いざ勝負。気に入った。なんて答え。よかろう。そこまで己の意志を貫くというのなら、圧倒的な強さを示してみろ。はい。足元救われるよ。殲滅します。
足元すくわれるよ。戦いに情けは必要ない。ゼルフさん、サユリ様、すぐに手当てを。心配するな、そう簡単にくたばりはせんわ。ユミよ、あたしの負けじゃ。勝ったのは私だけの力ではありません。サユリ様への思い、情を力にして戦いましたから。ユミよ、